レ・ドゥック・アインは、ベトナムの軍人、政治家、第二代ベトナム社会主義共和国主席を務めた。ベトナム国内の政治において、ベトナム共産党による厳格な支配を主張する、保守派とみなされていた。ドゥアティエン・フエーに生まれる。1945年に、インドシナ共産党に入党。同年に建国されたベトナム民主共和国で、軍職につき、ベトナム戦争では、 ベトコン部隊を率いた。1963年8月13日、ベトナム人民軍副総参謀長に任命。1974年、上級大佐から中将に特進。第7軍区司令官、第9軍区司令官、B 日区指部副司令官兼参謀長を歴任する。戦争末の1975年4月8日、